ブターシバンディクート、カエロプスエカウダトスは、哺乳高バンディクートが多目、ブターシバンディクートかブターシバンディクート属に分類される有体類。かつては、オーストラリア南部が主な生息地だった。ビクトリア州の北西部、西オーストラリア州、ノーザンテリトリーの乾燥平原にも生息していたが、20世紀、はじめに消滅した。体長23から25センチメートル。 尾長10から14センチメートル、あと足長約7センチメートル。体は細く、頭部と背面は鈍い黄色の地に、茶色の霜振り状。価格、胸、覆面は白いが、体側における背、腹の境は、はっきりしない。手の指は、中央の2本だけが発達し、豚の獅子に似ている。植物性で、主に植物を食べていた。 個体群の説明は2019年に改定され、中央西部の個体群をカエロプスイラトジとして分離し、以前の二つの記述を、以前の二つの記述をアシカエロプスエカウダトゥス、エカウダトゥスとカエロプスエカウダトゥスをキデンタリスとして認識した。人為的に移入されたの猫や赤狐による捕食が原因で絶滅したと考えられている。 1975年のワシントン条約発行時には、ワシントン条約付属書き合いに掲載されていたが、2013年に抹消された。ありがとうございます。